これはこれがね、こうなっちゃうんです。それとこうなるんですよ。ね。そうすると、これは生きてる。うん、だから、ヘッチ。ね。だから、これを生かしてる。だから、こうなってますから、ね。これをこうやってダウン。ずっと。ね、これツッツ行くんですよ。ツッツ、うん、向こう行ったんです。ツッツ、ね、セルファーッ、これは触れないでいいんです。本当はバッ、これね、私不思議に思ったのはね、昔塩先生のね、63歳ぐらいのビデオがあるんです。よく出てるやつで、3人撮りとかパーッとこうやってるんです。それでね、私その子学生で見てたんです、それ。そしたら塩先生が3人撮りバーッとやってね、こうやったんです。そしたら受けの人が後から来て、うわーっと倒れたんです。完璧なやらせだったんです。一見、って思った。触れてないんですよ。先生がブワーッてやったら、あ、ここら辺から後から来た受けがブワーッと倒れるんです。うわーとか言いながら。ね。それは木がつながってて、それに自分が同調してるからブワーッと巻き込まれてる。気の操作なんです。だから実際に力が加わってないんです。触れてないんです。それでもバーッとやってるんです、ね、それでもね、塩先生は何て言うかって言うと、触れないで投げるのはなって言うんです嫌いなんです、ね、やっぱり触れなきゃいけないって言うんです、それはね、結局、優先なんです。ね、有線放送だよね。線がつながってる。昔の電話っていうのはね、みんな線がつながってるんです。ジジジってやつね、こうつながってるんです。で、今はもう携帯なんです。海外でもどこでも歩きながらでも、もう線がないんです、ね、そういう世の中なんです。だから、すあのこれができないといけない時代になってきちゃったこれではダメなんです。これじゃダメなんです。ね、これ原理さえ分かればいいって話なんです。なぜこの有線をやるか、原理なんです。原理をここで掴むんです。掴んだらそれを発展させて無線にするんです、ね、インターネットです。世界どこでもバーって行くんです、ね、気はバーって走り出すわけです。そういうことなんです。それをやろうとしたのは合気道なんです、ね、で上柴先生はもうほら、その有線をずっと戦前やってて、もう戦後だんだん無線になってきてるから、ね、アメリカまで行かなきゃいけないとかって言ってんです。そういうことなんです。だからそういうふうに、この気が、気の原理ってね、愛気の原理が分かればバーッとつながっていくんです。それで無線になっていくんです、ね、これ無線飲食じゃ困るけど、ね、そこ笑うとこね、笑ってください